先日の試合レイソルにどんな印象を持たれましたか。どんな印象、なんかね、去年よりもすごいゴールに直結してくる攻撃が多いなって感じたっすね。試合中、あの細谷選手の背後の抜け出しを誰一人見逃さないように見てたりとか、マテウス・サビオ選手に入った時もずっと細谷選手の動き見てたりとか、サイドバックの選手が持ったりとかね、なんかそういう俺らの強みを生かすんだっていうのはすごい感じましたね。なんかだからああやってロングボールすごい多くなってるのかなって思ったし、もちろん後半はさ、レイソル側からしたら向かい風だからさ、なかなか難しいところもあるし、俺らもすごいはめやすかったし、ああやってロングボール蹴ってくれるからこそ、でもなんか前半はすごい苦しかったな、個人的には。前からそんな前からめっちゃセンターバックまでにかけるっていうイメージはないけど、サイドバックに入った時とか中盤に入った時に前から行かない分 2,3 人で囲むのが早かったりとか、ディエゴに縦パス入った時なんか3人で食いついてバッて取って、そっからのカウンターがあったりとか、そういうのを見てるとなんかすげえボールをポゼッションしてってよりもやっぱゴールに直結するプレーが大事にしてんのかなっていうのはすごい感じましたね。それはなんかすごい印象的だったな。なんか去年はそんな印象なかったんで、正直良くも悪くもっすね。うわ、ここ繋いでくんのかっていう、俺らからしとったら嫌なところもあるしね、それはまあ良くも悪くもだけど、まあ結局でも引き分けなわけで、去年の最後はさ4対3とか5対3とかで確か僕ら勝ってると思うんで、はい、柏サポなのにユニありがとうございます、本当に。